ピッチャーの脇抜けるセンターへ。さあ工藤が帰ってくる。ドラゴンズが先制1対0。高橋を迎えるというところで、神は高かったですね。高いですね、はい、ライト前にこれが2点タイムリーヒットになりました。2点を先制です。ノーアウト1、3塁とランナー残って、この福田にもライト線で2点ツーベース、これで4点取られてしまいましたんでね、まあ、6回は2アウト満塁。さあそして、まあ、一つドラゴンズの方では今日ね注目した強打なんですが、素晴らしいヒットはライト前へ飛んでいきました。ライトへの2点タイムリー、これで7対2。試合の展開から言っても上田さん、この2点で7対2というのが非常に大きなダメージになりましたね、はい、今日はこのマテオ、そしてその後高橋明文、この辺の動向も非常に気になるところでしたが、今ヒーローインタビューを受けました。ビシエドが2アウト2塁1塁から左中間レフトセンター間に2点タイムリーツーベース、まあ、これでも一方的な流れにゲームがなってしまったということになります。この時点で10対2ということで、ドラゴンズの先発はガルシア、ワンアウトで1、3塁です。外、空振り三振、高め、空振り三振。ワンボールワンストライク。ピッチャーの脇抜けるセンターへ。さあ工藤が帰ってくる。ドラゴンズが先制1対0。福田のヒット、タイムリーヒットでゲームが動きます。鋭い当たり、レフトの向こう側、越えた越えた越えた。さあ強打の打球の行方を見て、三塁を蹴って戻ってくる平田は三塁へ向かう、三塁へ向かう。平田のタイムリーで2点目、ドラゴンズ。レフト線はどうだ、フェンス直撃。ゲームを決めるかのような大きな1点がさらに入りました、ドラゴンズ。セカンドゴロ、荒木がさばきまして、ゲームセットになります。3対0、ドラゴンズがゲーム終盤3点をもぎ取りまして、スワローズを破っています。レフトに上がっていきますが、どうだ、ボールを巻いた、先制のホームラン、ビシエド、今シーズン第10号。出塁率とそして長打率、これを足した数字 OPS と言いますが、それをこだわりたいと話をしていました。レフトの前にボールが弾みます。1点差、平田のタイムリー、ランナーは3塁2塁になりました。左中間に上がった、破った、ランナー2人帰ってくる、ドラゴンズ逆転、アルモンテのタイムリーツーベース。上げました。センターが出てきます。あっと、コンの間にボールがポトリと落ちた。大野は一気にホームイン、打った大島はセカンドに達しています。ランナースタート、タッチアウト、松井雅人が刺しました。セカンドゴロ、ゲームセット、吉見3勝目。初回2アウトランナー1塁で、このビシエドのホームラン、カーブを谷繁さん捉えました。分かりましたね、3ボール1ストライクからね、はい、まあ、打ってこないだろうっていうような感覚でね、投げたんだと思うんですけど、はい、そしてゲームは4回です。ランナーを1人置いて、福田の当たり、宮崎から2塁へ送球、これが谷繁さんセーフになるんです ね、これはねちょっと痛いエラーというかね、これ、はい、まあ、ベースを離れるのが早かったでしょ、ですよね、まあ、これもね、ピッチャーのあれね、油断だと思うんですよね、山井の当たり、まあ、打ってこないだろうとかね、はい、抑えれるだろうとか、まあ、そういう安易な、そして5回、
アルモンテ、これをね場外へと消えていくホームランツーラン、まあそれをこう断ち切るというかね、はい、またもう一回持ってくるっていうこの外国人のやっぱり力ですよね。まあ6回です、ランナーをためて強打1、2塁間をしぶとく破っていくタイムリーヒット、これでドラゴンズ7点目、7対4となります。ね、僕はねえっと思ったんですよ、はい、一瞬ね。その後満塁となってビシエド、今度は右中間スタンドへ高く舞い上がった当たりは右中間スタンドに吸い込まれました。終わって須田、まあもう決定打はこれですよ、はい、やっぱりね、ライトへのツーランホームラン、とどめの一発になりました、ね、勝負ありでしたねこれで、はい、高めの速球を叩いた打球はレフトスタンドへの先制ツーランホームラン、まずドラゴンズが2点を先行します。ドラゴンズの先発小笠原、このカーブそして武器のチェンジアップなどが決まってベイスターズ打線を抑えていきます。触れてると思います、4回ベイスターズチャンスだったんですが、倉本の打球サードの福田がよく取りました。ランナーこれは大きいプレーでしたよ、そうでしたね、はい、ビッグプレーでした、ナイスプレーです福田選手。サードの福田、そして続く峰井はショートゴロ、4回ベイスターズはチャンスをものにできませんでした。ままです、ベイスターズノーアウトのランナーが出た後3番の宮崎三振、4番の筒香三振、ここは又吉の楠本ヒットで出ましたが、最後は神里サードゴロ、ゲームセットとなりました。結局2対11点差をドラゴンズが守りきっています。マウンドにはガルシアです。2つのフォアボール、そしてガルシアのエラー、これでの満塁です。引っ掛けてサードゴロ、ビシエドが自分でベースを踏みます。初回ガルシア、田中菊池丸、おなじみの3人、亀沢からビシエドへ、インハイ空振り三振と7つ目の三振、ガルシア、ランナーアウト満塁、8番の松井、三遊間破りました、ビシエド帰ってきました、ドラゴンズに待望の先制点、打ってショートの頭越えてレフト前へ、三塁ランナー帰ってきました、ガルシアのタイムリー、初球から1人帰ってくる、もう1人帰ってくる、強打のタイムリーで2点追加、4回で詰まった当たり、セカンドの後ろ落ちた、ガルシアが今日初ヒット、ただ、さあここは強打亀沢、そしてビシエドダブルプレー、初球からセンター大島よく取った、空振り三振、ビシエド弾く、鈴木がベースカバーをどうだ、アウト、ドラゴンズガルシアの好投、5対0、連敗ストップです。